ないレーサーがここまで来るとは思ってなかったな。そんなことないさ。僕の名はセイバレッツ。君の名は？のか。よろしくね。え？うん。うん、もちろん。ああ、それに今ここにいる君がそうじゃないのかい？僕も一つ聞いていいかい？そんなレーサーとして当たり前のことを聞いてどうするんだい？知らないところにこんなすごいレーサーがいるなんて。え？そうだね。でもやっぱりすごいよ。だ、こんなに速いライバルがまた一人増えたんだよ。そうさ、負けたのは確かに悔しいけど、君みたいなすごいレーサーと出会えたんだからね。やっぱり半分は嬉しいかな。うん。でも君とはまたレースできるだろ。別にレースの勝敗だけが大事なことってわけじゃないさ。こうやって知らない強い相手と出会って夢中になってレースできるってのもレーサーにとってすっごく楽しいことだからね。それに次は勝つぞって目標ワクワクできるなんて素晴らしいじゃないか。うん。本当はちょっと負け惜しみも入ってるけどね。あれ？どうかしたかい？もちろん！この借りはちゃんと返すよ。
がここまで来てるなんてな。別にそんなことないさ。早ければ誰だって構わないぜ。俺の名はセーバー5。お前は？そっか。よろしくな。あ、誰なんだ、いきなり。お前、物騒じゃな、そうじゃないのか？なんか変なやつだな、じゃあ、俺も一つもいいか？そんなのこと聞いて、どうすんだ、お前。強いやつとかって夢中になってレースするのだってすっげー楽しいと思うのも事実だからな。それにお前とか気をもできたしな。あっとは負けをちょっとやあれどうかしたか。当たり前だ。これで借りを作っちまったんだからな。リターン待ちできっちり借りは返すぜ。